最初正面軸やからね。はい、よーい、はい、1、2。そうだね。オッケー。じゃあねー。はい。今日の午前中はプールのトレーニングです。プールは血流の流れを良くして新陳代謝の向上にもつながりますし、脂肪燃焼にもいいと言われているので、結構週に1回か2回はシーズン中も取り入れるようにしています。で、今日の目的は午後瞬発系のトレーニングをする予定なので、今からプールで少し長めに泳いで有酸素を目的としたトレーニングをしていきたいと思います。午前中のトレーニングが終わったんで、今から昼ご飯を食べに行くんですが、今日は久しぶりにタイ料理を食べたいなと思います。普段はほぼ家で食事をするんで外食あまりしないし、コロナの影響で店がずっと閉まってたんで、なかなか外食もできなかったんですけど、少しずつ店も開いてきたらしいので、今日は約3ヶ月ぶりぐらいにタイ料理を食べたいなと思います。今トレーニングを終えました。トレーニング時間はだいたい45分ぐらいで、あんまり一人でやるときは長いことやらないですね。だいたい朝午前午後やったとしても、1時間以内には終わらせるようなメニューを組んで、短時間で集中できるように自分でやってます。で、トレーニング終わったんですけど、いつも終わってからすごくここのトレーニングしている場所が綺麗なので、20分から30分ウォーキングして帰ります。